フィリップ・アンドリュー・アーウィンは、アメリカ合衆国、テネシー州、シェルビー郡、ジャーマンタウン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2009年、MLB ドラフト21巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、6月21日に契約。A-Q ステートカレッジ、スパイクスで10試合に登板し、1勝2敗、防御率2.12だった。 2010年は A 級ウェストバージニアパワーで23試合に登板し、6勝3敗、防御率3.35だった。2011年は A 級ブレデントン・マローダーズで10試合に登板し、5勝0敗、防御率2.02だった。6月に A 級アルトゥーナカーブへ昇格。15試合に登板し、8勝4敗、防御率3.81だった。 2012年は a 級、ブレーデントンで1試合に登板後、5月に a 級アルトゥーナイ昇格。18試合に登板し、4勝7敗、防御率2.93だった。8月に、AA、a a a 級インディアナポリスインディアンスへ昇格。4試合に登板し、3勝0敗、防御率2.57だった。オフの11月20日に、パイレーツとメジャー契約を結び、 40人枠入りを果たした。2013年3月1日にパイレーツと1年契約に合意。3月18日にトリプル A 級インディアナポリスへ移動し、トリプル A 級で開幕を迎えた。4月14日にメジャーへ昇格し、同日の新シシナティレッツ戦で先発起用されメジャーデビュー。4.2回を投げ、6安打5失点4死球と結果を残せず、 負け投手にはならなかったが、4月15日にトリプル A 級へ降格した。6月3日に右肘の故障で60日間の故障者リスト入りし、残りのシーズンを全休したため、この年は一試合の登板にとどまった。オフの10月19日に故障者リストから外れた。2014年3月21日にトリプル A 級インディアナポリスへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。 5月6日にメジャーへ昇格したが、登板のないまま5月7日に、AAA 級へ降格し、5月22日に、ィーフとなった。2014年5月28日に、ウェーバーで、テキサスレンジャーズへ移籍。同日に、AAA 級ラウンドロックエクスプレスへ移動した。2014年11月19日、韓国プロ野球、k t ウィズと契約を結んだ。 2015年3月28日、KT にとって初の一軍公式戦となったロッテジャイアンツ戦で開幕投手を務めた。だが一勝しかできず、シーズン途中の6月27日、ウェーバー工事され退団した。2015年7月31日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。11月7日に FA となった。ありがとうございます。